馬越京平馬越京平から1933年4月20日は日本の実業家三井物産に勤務し大日本ビールの社長を務めた人物大日本ビールの大合同が圧兵を画策し日本のビール王と呼ばれた衆議院議員貴族院直選議員茶人馬越家政としても知られたビチューくなしりが村の以下に生まれる工場官にて 坂谷明路に学ぶ。1856年、大阪に出て、内山陽の弟子、後藤松院の門下を経て、1859年、その当時の豪商、河野池家の出地となった。1873年、上京して、井上香織の先、おさむ会社に入社。1876年先終社解散後、その事業を引き継いだ、三井物産の創立とともに、 三谷各部の常務理事、専務理事を兼務した。三井物産横浜支店長や帝国商業銀行頭取などを経て、すべての任を辞し、1896年日本工業クラブ会長に就任。日本ビールとの関係は、これより、先の1892年、経営困難に陥っていた同社へ、三井物産から派遣され、委員に就任したことが発端である。 その後、日本ビールの経営が多忙となり、1896年1月11日、三井物産を退職し、ビール会社経営に集中する。骨董収集家でもあった馬子氏は、時の財界総理、井上るから自慢の壺を供養されるが、これを断ったため、井上の激林に触れ日本ビールに飛ばされたとも言われている。 1900年頃には銀座にビアホールを開店するなど新しいアイデアで経営の再建を進めた。1898年第5回総選挙に立候補して当選、岡山県選出の衆議院議員となる。1904年には訓4党に除せられた。合併前の厳しい市場競争で日本ビールの経営危機が改善せず渋沢栄一及び当時の内閣に 働きかけ、国内の過藤競争排除と輸出の促進、資本の集中化を図るための合併勧告を引き出した。1906年、日本ビール、札幌ビール、大阪ビールの3社を合併し、大日本ビール株式会社が設立されると社長に就任した。その後、大日本ビールは市場占有率を79%までに高め、馬越京平は日本のビール王と呼ばれた。 また鉄道業にも多く関与し、中国鉄道取締役、豊川鉄道取締役会長、茨笠岡軽弁鉄道社長、金剛山電気鉄道社長を務めた。1924年、貴族院直線議員となり、研究会に所属した。1933年、大日本ビールが日本ビール公選と合併交渉を行っている期間に死亡した。 京平の出生地である岡山県茨城では、馬子市ではなく、馬子市と呼ばれている。京平は京都を深く愛し、墓参りに、たびたび帰京し、帰京すれば、必ず京都の教育や土木に、多額の金品を送って、京都の繁栄を念じていた。茨城の小田川には、京平が佳境に関わり、馬子市の名前が付けられた、馬子橋がある。 当時の橋は老朽化によって架け替えられ、減損はしていないが、共鳴は現在もそのまま存続している。また、共平の成果は現在も残されている。次男、孔次郎は、孔兵と同じく実業界に進んだ。妻の旗は、日本橋の老舗織物問屋、土屋の娘。孔次郎の長男、京一は、井上三郎の長女と結婚、孔次郎の四男、 紳士は教育者。紳士の妻は高塚紗心広氏の長女、む子。京一、紳士兄弟は京平の孫にあたる。ありがとうございます。